最近さ、わしゃがなのアカウントを自分の YouTube アカウントでフォローするわけですよ。まあフォローというか何？チャンネル登録か。チャンネル登録をしてるとさ、やっぱりそこに紐づいていろんなものをおすすめしてくるわけ。で、俺が出てるから声優っていうタグがあるからさ、声優さんの動画を急に勧められるのね、最近。なるほど。それまでって大体車、動物、ゲームっていうラインナップだったんだけど、そしたらさ、最近またそれに変化が起き始めてさ、ほうほう。VTuber をおすすめされたのよ。お いいおっじゃない。て、反応してるわ。誰をおすすめされたのか好気きにななるやつな。が反応してるわ。誰かって、いろいろだから、あれだけど、なんか、カジャ君の、してる未来あかりさんとか、そういう、初期からいる人たちじゃなくて、多分最近の人たちじゃないの。最近のまあ若い勢子。いがある人多た分そうちいうやつかは、多分その急上昇的な人たちのが、勧められるんだと思うけど、それで来てさ、この間、もう、あまりにも進めてくるもんだから仕方ないから見たよ。仕方ない あ、仕方ないって言い方もおかしいね。なんかちょっと見てみたんだけどさ、ちょっとカジャ君とも話したけど、あれだね。やっぱりその今、あれを自宅配信でできたりするんだったらクオリティが高いね。映像面ね。そうですよね。そうですね。あれはすごいなと思って。面白かったですか？俺が見たやつは、なんかすでに何かを知らないとわからない話をしてたよ。関係性の、なんか、A 子さんと B 子さんと C 子さんの話をしてるなかるほど。ら、相関図を理解しないと難そうしいそう。話だ。だからそもそも、この子がどの子だろうみたいな状態だよね。中村さんはまどかマギカにマギカちゃんがいると思い込んでた。うるせえな。そう、もうほとんどおじいちゃんだからな。わかるわけがないな。そうね。おじいちゃん、おじいちゃん？ なんか、あと得意もあるよね、なんか見てる感じだと。この人はその雑談が得意で、この人ゲームやってる時に盛り上がる人だとかさ。そうですね。今、自分のアカウントの YouTube のを開きましたね。勧められてるのはね、マリンちゃんですね。船長か。マリン船ちゃん長がか。勧められてますね。なんで船長がおすすめされるんだ？わかりません。長村さん普段見てる動画と噛み合ってるか？いや、でもやっぱり勢いがある人だから。多分、VTuber の人たちは多分そういうので来てると思うよ。だから大体このマリンちゃんと、青い子と、白い子。青い子。青い子と 俺ダメ白い子。青い子だ。とし、こういう言い結構方おで、る。ちょっと待って、こういう言い方はダメだ。これなんか、ジジイみたいだわ。ちょっと今日 ジジイないよ。うちのお母さんとかお父さんが言ってた言い方をもうトレースし始めてるから、ちょっと待って。ハッとしますよ ちゃんと名前を言わないと失礼だわ、これ。ね。船長と一緒にいる、なんか、吹雪ちゃんじゃないですか、白い子。そうですね。大方予想はいやいや、できそのる吹か雪ちゃんだって言われたってさ、吹雪ちゃんの絵を出してくれよ、じゃあ。わからねえよ。吹雪ちゃんかどうか。わかるな。俺も現実のアイドルだとこんな感じになるからな。わかんないでしょ？顔の区別つかんくしかて。も、こんなに色分けもされてないじゃん、現実だと。ね、青いわ子っかてんいなないい。もんね。現実で、青い子って、だ何からアニ青いメんみだったいっけ？に髪の色とかでうまくキャラ分けてくれりゃいいのに、ね、ないからな。ちょっと待って、団長？団長？団長って書いてるから。団長と、女騎士っぽい人ですよね、多団長と、ペコラさんですね。分。やっぱみんな勢いある人たちだわ。勢いある人が、ですね。なんかすごく勧められてくる。なるほどね。中村さんもこれをきっかけに V にはまらんかな。どうなんだろう。想像できんけどな、中村さんが V の話してるわかんとないころよ。が。すごいスパチャ投げるかもしんないよ。めちゃくそ投げるこかれもしでおんない。菓子でも食べてっつって5万円ぐらい投げるんでしょ。すごいね。お菓子投げんの。お菓子代をそんなに投げちゃうの。V の
お金投げる人たちがそんくらいの愛に溢れてるんで。すごいね。